2人の場合の話がありましたけども、実は3人でもできます。3人でもできるんですけども、ちょっと大変なのでね、実際少しだけ見せます。実際に少しだけ見せます。はい、いいですか。3人の場合これ大変なんですよ。ちょっとね、切ると大変なんで、よいしょよいしょよいしょ、はい、やります。形もね、ちょっとシンプルにしますね。はい、これ、はい、四角いケーキがあります。四角いケーキがあります。まず何をするかっていうとですね、これを A さんが例えば切ります。 A さんが、切るね、登場人物は A さんと B さんと C さんだと思ってください。で、A さんが、切りました。で、さっきと同じように切ります。どういうことかっていうと、 A さんがね、どっちを選んでもいいよと、どっちを選んでも後悔しないよっていう形で半分に切ります。はい。で、B さんが選びますね。 B ね、が先に選びます。で、残ったものを A さんがもらいますね。ここまで OK。 これ一応手順としては、 B さんが、A さんが切って、B さんが選んで、B さんが選んだものを A さんが、残りをもらいます、はい。ここまでは実はさっきの2人の場合と一緒。で、こっからがね、変なんですよ。何かというとですね、もう一人 C さんがいるわけですね。今のところ A さんも B さんも問題ない、ね、後悔していません。はい、何をするか。A さん、次やることです。3等分します。3等分しますって言葉は語弊がありますね。どれを選んでも後悔しない3つに分けます。3つに分けます。はい。どれを選んでも後悔しない3つに分けます。はい。B さん。同じです。B さんもどの、ね、を選んでも後悔しない、ね、大きさずつに3つに分けます。はい。で、ここから何かというと、もう一人 C さんが登場します。ちょっとね、分かりやすくするために色変えますね。はい。C さんが登場しますが、C さんがやるべきことが何かというと、A さんのところから一つ、B さんのところから一つ選びます。はい。これが手順ね、4つ目ですね。何をするかというと、C さんがこの中から僕これがいいなというものを1個選びます。はい。そしてね、B さんの方からもこれがいいなっていうものを1個選びます。それ4、2つじゃなくて4、5、6、7じゃないの。あ、まあね、順番どっちでもいいからこうやってやってみました。うん、そう。順番どっちでもいい。これ同時に起きてるんで。そう。まあ、4、5、6、7でもいいんですけども、1で A さんが切って、B さんが選んだ後、ね、A さんが残りを選ぶっていうので、これ順番が後になってるけども、これはもう同時にやっていいので4っていうふうにしました。同時に A さんが分けます。B さんが分けます。そして C さんがどっちからでもいいので、1個選びます。例えば、これ選びます。これ選びます。はい。で、今度どうなるかっていうと、これで実はほぼ完了していて、A さんは何かというと、ね、C さんが選んだものじゃない残りの2つが A さんのものになります。一応6って書いておきましょうか。はい。ね、これが A さんです。そして、B さんはね、もうお分かりの通り、B さんはよいしょ、これですね、はい。まあ、A さんと B さんは同じタイミングになりますので、この残った2つを選べば、これでね、誰も後悔したいんですよ。もう一回いきますよ、はい。ここで、A さんが後悔しない形で2つに負けました。なので、A さんはどっち選ばれても全然いいよっていう状態です。そう。なので、B さんが好きなものを選んだことで、A さんと B さんは全く喧嘩してません。で、この後 B さんが3つに分けます。で、3つに分けました。で、B さんはどれ選んでも選ばれても後悔しません。A さんも同じようにね、どれ選ばれても後悔しません。
ね、なので A さんも B さんもこの中でどれがね残ってもいいやっていう中で C さんが自分にとっていいものを選びます、うん、ということはここからどれ取っても A さんは怒んないし、ここからどう取っても B さんは怒んないわけだから、ね、なんと3人とも仲良く分けることができました。ただしちょっとだけ変なのが、3人で分けるにもかかわらず、ね、この形見てもらえば分かるんだけども6等分されてるんですよね。まあ6等分では6つに分かれてるわけですよね。ちょっと形がちっちゃくなっちゃいます、うん、っていうのだけ少し難点がありますけども、一応ね3人で分けることができます。はい、4人もできます。やりません。考えてください。ぜひ4人だとねもっとちっちゃくなります。一応ね理論上何人でも分けることができるんですけども、まあこんなね不思議なお話が離散数学って話になって、ね、さっきコメントでもありましたけど心理学みたいですよね。そうなんですけども、こういう風な面白いお話があって、実は役に立つかもしれないし使わないかもしれないし、これを言ったらお前何面倒くさいこと言ってんだよって言われるかもしれませんが、ぜひね使う使わないはあなた次第でございます。